初のマイルドハイブリッドの、はい、そうです、 V8 モデルですから、はい、その辺を重点的にご紹介したいと思います、はい、現状ホームページの方に記載がないということ で、 ないですね、はい、貴重なお車、これドアすごい高級感、高級感ありますよね、めっちゃ乗り心地良くなってません、車、いやいや良くなってます、あー音が、はい、これ作られてないですか、なんかそうなんですよ、スピーカーサウンドな気がするんですよ、そうですね、なんかそれっぽい音になってますよ、もうなんかクランキングの音がない以上に衝撃ですよ、そうですね、そうです、あれあれ、はい、63って感じですかね、でも順次これになっていくわけですよね、なってきますね、間違いなく大きいもの、間違いなく、で小さいモデルに関してはもう AB 廃止されて、はい、で C63 が今度4発のハイブリッドになるんですね、はい、なるってことですね、はい、なんかもうすごくあの時代の流れを感じる、そうですね、だいぶ変わってきましたよね、いろいろハイブリッドのなんか融合とデジタルのところと、はい、デジタル色だいぶ強くなりました、ね、強くなりましたね、今ものすごいあのコメントに困る、はいはい、そうですね、感情になってます、わかります、なんて言ったらいいの、車めっちゃいいんですよめっちゃいいんです、もう出足もいいし、これ測ってないけど燃費もまあいいだろうし、はい、まあ、使い勝手もいいし、乗り心地もすごく良くなってるし、はい、ただエモーショナルな部分というか、はい、今までずっとこう見てきたじゃないですか、はい、見てきましたね、63を、はい、そこからするとかなりこう大きな分岐点を、はい、一歩過ぎてるんですよ、はいはい、そうですね、ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG GLE63S 2021年式2400キロこちらの車両になります。はい、伊藤さんちょっと久しぶりになっちゃいました、ね、そうですね、はい、ちょっとなかなかご紹介できるいい車が入ってこなく、そして夏休みもそうですねありましたね、はい、久しぶりの紹介になるんですけども、はい、今回ご紹介させていただくこの GLE63S、はい、非常に貴重なお車なんですよね。そうですね、あの台数今非常に少ないと思います。中古車情報サイト見たんですけども、はい、なんと掲載台数8台ということで、はい、その中の1台、ね、1台です。でなおかつ、はい、右ハンドル左ハンドルが、はい、63 AMG モデルの場合だと選べるということなんですけど、はい、選べます。1台だけ右ハンドルかな。そうですね、はい、で今回ご紹介させていただくのが左ハンドル、左です、まあ、はい、数は多い方ですけれども、はい、それでもそのもう10台に満たない、そうですね、現状、はい、でなおかつ今停止してるんですかね、終了したんですかね、終了、ちょっとその辺は怪しいんですけれども日本のホームページの方からも落ちてますよね、はい、の53までということで、63の方が現状ホームページの方に記載がないということ で、はい、貴重なお車を今回ご紹介させていただきます、はい、そして今回カスタマイズもそうですね、少しやってるってことで、ね、はい、その辺なんかを重点的に、まあ、あと装備の部分なんかに関しては、はい、もう日本の AMG の場合、はい、ほとんどついてますので、もうほぼほぼついてますんで、はい、ふわふわという感じになりますけど、はい、まあ、カスタマイズの部分と、あとこちらの63の場合、初のマイルドハイブリッドの、はい、そうです、 V8 モデルですから、はい、その辺を重点的にご紹介したいと思います、はい、でまずカスタマイズの部分としては、はい、この辺が、ま、そうですね、ちょっと見ていただけるともうすぐ分かると思うんですけれども、この特徴的なパナメリカーナグリルのこのメッキの部分ですね、はい、そうですね、これちょっとスモークがかかってますね、はい、ちょっとブロンズっぽいスモークなんですか ね、少しあのグレーというよりかは茶色っぽいというかブロンズっぽい感じで、はい、感じになってますね、スモークがかかってる、はい、でこのボネットのバッチ も、はい、バッチもなってますね、絶妙な色合いになってる、はい、あとは、今回僕写真で見たときは、はい、ナイトパッケージ装着車かなと思ったら、はい、これナイトパッケージ風に、風になってますね、はい、ラッピングがされてるんです、はい、そうです、なんでこの辺だったりだとか、はい、この辺なんかも、はい、ラッピングで黒くなってると、はい、まあ、ラッピングはラッピングで、まあ、元に戻そうと思えば元に戻そうですね、はい、あと劣化した場合なんかも再施工ができるんで、はい、まあ、お手頃感はかなりあるのかなと。あと63なんで、まあ、専用バンパーになってて、なってますね、はい、まあ、改めて見返したんですけど、はい、あの400以上はもう MG ラインで、はい、この特徴的なバンパーじゃないですか、はい、ただ63だいぶ大型なんですね。大型ですね、はい、あの下側がかなり長くなってますね、ダクトも大きくなってる、はい、特徴的な。あとは今回の車はこのナンバーベースなんかもペイントされていると、はい、同色になってますね、ボディと、はい、こんなカスタマイズもしてあります、はい、あと装備の部分になるんですけど、はい、ヘッドライトももう AMG 漏れなくいいヘッドライトがついてます、はい、ついてます。これがマルチビーム LED ヘッドライト、はい、ウルトラハイビーム付きです、はい、これあの日本じゃあんまり知られてないんですけど、84個 LED が型が入ってるらしいですよ。84も入ってるんですか。だからバラバラバラってあの、はい、細かく色々表示できたりとか、はいはい、あの辺なのができると、でこれちなみにアダプティブハイビームアシストももちろんついてございます。であとは足元、
やってまいりました、はい、そうですね。今回この黒い MG の22インチが到着されてる、はい、これ標準シルバーですよ、ね、シルバーです。5万円出すと黒くなるんですよ。そうなんですよ、はい、こちらの黒いタイプ、そうですね、黒くしていただくとちょっと、まあ、白いボディなんでより引き締まるのかなっていうのはありますよね。確かに白黒でまとまってますよね、はい、こちらのタイプが装着されてます。最近ここ外の多いですけど、多いですね。これもなんか鉄板じゃないですか、はい、鉄板ですね、はい、間違いないって感じですね、はい、で奥に見えるのはこの赤キャリパー、このビッグキャリパーになってます、はい、あとタイヤがミシュランと横浜2種類あるんですよね。ありますね、はい、で今現状中古車情報サイトに掲載されている車も、はい、半々ぐらい半ぐらいでそうですね、横浜履いてるのとミシュラン履いてる、はいはい、僕的にはミシュランかなりいいかな、ね、そうですね、まあ、その辺好みだったりとか、はい、だと思うんですけど、ミシュランのパイロットスポーツ 4S コンパウンド結構柔らかいんで、はい、まあ、乗り心地なんかにも寄与してるかなと。そしてあとは AMG モデルだと前後異サイズになるんですよね、はい、400とかだと等身になるんですけども、ね、はい、AMG モデルだと前後異サイズということでフロントが285/40/22インチ、こちらが装着されております。そしてエアサスペンションの方はもちろん AMG ライドコントロールのエアサスがついてきますので、はい、これ300だけバネなんですよね。バネですね、はい、以降全部エアサスなんで、です、で、はい、さらに AMG になると乗り心地がコントロールできる、はい、できますね、 AMG ライドコントロールエアサスペンションになります。そしてあとは横のこのエンブレムなんかも同じようにペイントされてて、はい、ペイントします。あとはラッピングでミラーと、はい、これ本当にライトパッケージ風になってる感じですね、 できてますね、はい、あとここと、はい、あとここもラッピングされてる。そうですね、非常に細かい、はい、ただ全体的にやっぱりもうほとんどメッキを残してないんで、ないですね、かなりまとまり感はある、はい、そしてルーフレールも今回、はい、同じようにラッピングされてる。これラッピングするの大変ですよね。そうですね、だって下側も全部巻いてあります。そうですね、うん、まあ、実際これ使うってなっちゃうとやっぱりラッピングなのでちょっとどうなのかなってあるんですけど、まあ、使わない方であればラッピングでも全然対応効くかなと思います。こんな感じ、はい、であとこのドアハンドルもボディ同色になってますね。非常にまとまりが、はい、確かにここにメッキが出てくると、そうですね、他メッキないですから、そうですね、ちょっと浮いちゃう感じになっちゃうと思うんですよね。かといって黒って感じでもないですか、ね、ないですね、はい、この感じになってます。そしてあとはランニングボードが日本の場合標準でついてくると、はい、これ本国のホームページ見たら、はい、ナシ車があるというか、ありますね、はい、基本的にランニングボードがオプションみたいですね、はい、で日本の場合これがついてるんですけど、これも今回ペイントされてるんで、そうですね、まあ、一体感ボディ同色でこちらも、まあ、強いて言うとやっぱりランニングボードのここのシルバーももしあれだったら黒にしてた方が良かったのかなっていうのはありますよね。車種なんだか忘れたんですけど、はい、ブラバスで確かあったんですよ、はい、黒いランニングボード、はい、めちゃかっこいいんですよ。そうですよね。あとはいっそのことなしでもいいかなって。そうですね、もう取っちゃうっていうパターンもいいと思います。確かどっかの支店、名古屋店だか大阪店だか、はい、確か名古屋店だと思ったんですけど、はい、支店で本国仕様にしてなしにしてるケースがあったんで、はい、まあ、おそらくパーツで取れると思いますね。そんなことやってもいいのか、はい、まあ、GLE だったらギリそんなにこう乗り込むの、そうですね、で、まあ、こちらちょっとローダウンもしてるので、うん、はい、全然問題ないとは思います。まあ、こんなカスタマイズしていただいてもいいのかなと思います、はい、そしてあとは後ろを回っていくと後ろが、もう2サイズぐらい大きくなってて、はい、325/35/22ということで、はい、もうほぼスーパースポーツの足元になってます なってますね、はい、で同じように赤キャリパーですけども、リアの場合片押しになっていると、はい、じゃあ続いて後ろ回ってまいりまして、はい、後ろも同じようにペイントカスタマイズと、はい、あとラッピングでメッキが全部消してある、はい、消してあります。こんな感じで、あとは下側も、はい、ここも塗ってあるんですね。ここも塗ってあります。そしてここも、はい、ここがラッピングされてて、ね、はい、あとはここも全部全体的に塗ってありますね。車一回り後ろリアビューが大きく見えますね。そうですね、こうボリュームがあるように多分見えると思います。だ詳しくない人が見ると、はい、これカスタマイズしてあるのかしてないのかちょっと分かりづらいところではありますけどね。この辺の絶妙なさじ加減はかなりいいんじゃないかな、はい、あとは僕的にはこのヤナセステッカーを、はい、日焼けする前に、そうですね、移植したいです、ね、まあ、そんなのもお気軽にご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、当然足で開けるのもついてて、はい、手動でもでフルパワーの、はい、そしてトランクの方が630リッターということで、はい、やっぱり GLC より積載能力も大きいです、はい、大きいですね。あとは座席スペースなんかも広いんですけど、はい、やっぱりここかなり重要じゃないかですね、はい、そしてシート倒すと1790リッターまで、はい、もう余裕の余裕ですね。 GLS だとちょっと大きすぎるんだけどっていう人は、ね、はい、結構いらっしゃると思うんですよ、はい、なんでこの辺はかなり使い勝手がいいと、はい、そして装備の方もこちらで、はい、シートも、はい、でも倒せるんですよね。大丈夫です、電動でいけますんで。そしてあとは車高の上げ下げリアの、はい、この辺なんかもついてるんで、まあ、利便性はやっぱり、は
そうですね、高くなってますね。このクラスいいですね、はい、そして後ろこの下側も収納があって、はい、こんな感じで結構あのサブウーファーで埋まっちゃってる車なんかもありますけど多いですよね、はい、GLE 結構容量ありますね。ありますね、まあ、洗車用品とかそう使わないものとか入れといていただくのが、ね、使わないものなんかはかなりしまったけど、はい、そんな感じです。そしてこのトノカバーもここにしまえるようになってるんですよ、はいはい、こんな感じのトラックになっております。じゃあ続いて内装も見てみたいと思います。はい、そして気になるところ、はい、ソフトクローズはついてないんですよね。ないです。そして内装はこんな感じで、これ内装めっちゃかっこいいじゃないですか。めちゃめちゃいいですよね。これブラウンとこのナッパレーザーの AMG エクスクルーシブナッパレーザー、はい、これ質感高いですね。高いですね。そして日本仕様の AMG の場合だとこのレザーパッケージ、フルレザーパッケージも標準でついてきますので、はい、もう至るところがレザーになってて、ダッシュボードなんかも全部、このヘッドレストのエンボスもかっこいいですね。かっこいいですね。そしてちょっと特徴的なのは、はい、カロのマットが今回おまけでついてくるんです、ね、そうなんです、まあ、この辺は好みがあると思いますね。そうですね、ご相談いただければ。そうですね、ちょっと赤黒でちょっと派手になってますんで、まあ、標準というかあの純正のもお取り寄せしてお取り付けすることは可能になってます。あとブラバスなんかでもちょっとパーツ確認しないとですけど、はい、あればそういったものに変えてもいいのかなと、はい、大丈夫です。そしてトリムの方が AMG カーボントリムエレメント、はい、これ標準がメタルウィーブとかっていうあのそうですね、特徴的なやつですけど、はい、あとウォールナットが0円オプションということですけど、今回の場合は優勝オプションのカーボントリムになってますので、はい、まあ、ドアだったりダッシュボードなんかも全部カーボン、これマットもあるんですよね。あります。非常にかっこいいダッシュボードになっております。あとはステアリングの方は、はい、おなじみのカーボン&ダイナミカのステアリング、はい、こちらも走行距離が少ないんでかなり程度がいい、はい、こんな感じになっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、当然スカーフプレートなんかも MG、 そしてあの今回のお車ローダウンされてるということでランニングボードなしでももう全然そうですね、僕の長すぎる足でもそうですね余裕で乗り込めるかなと、まあ、男性の方でしたらスッと入れるかなと思います、はい、そしてシートの方はめっちゃいいですね。これめちゃめちゃいいですよ、はい、ダイナミカと、はい、そして若干ちょっとスポーツ形状なんですかね。そうですね、スポーツ形状になってますかね、はい、でクッションも絶妙です、はい、硬いとも柔らかいとも形容しづらい、はい、調整の方は新しいですね、やっぱり新しいですよね。新しいですね、はい、形状がこんな感じで、そしてベンチレーションシートヒーターも当然ついてて、ブルメスターもついてくると、はい、ブルメスターこれここもここもそうなんですけど下側もそうですね、GLE 大きいですね。大きいです、ネットが、はい、これドアすごい高級感、高級感ありますよね。そしてダッシュボードは先ほど触れたフルレザー仕様なんで、はい、全部ナッパレザーのスベスベレザーになっております。そしてヘッドアップディスプレイだったりも全部日本仕様の場合標準でついていきますんで、そしてあとステアリングはこんな感じで、はい、この辺なんかもおなじみですよね。おなじみですね、はい、これライトのスイッチ新しくなってます。ライトのスイッチそうですね、デザイン新しくなってますよね、はい、新しいですね。あとはワイパーとシフトも、はい、あの A クラスとかと一緒になりましたかね、 B クラスと、はい、ただモールというかこのそうです、ね、トリムがついてちょっと豪華になってます、 てます、はい、デザイン印象がかなり似てる感じになっております。そしてあとは下見でカメラマンが言ってたんですけど、はい、エアコンの吹き出し多すぎじゃないですか。そうですね、この4連の吹き出しプラス11でついて、はいはい、そしてあとは、エアコン関係こんな感じで、はい、あとここ開けると置くだけ充電と、はい、あと、あったかくしたり冷たくしたりできるドリンクルダがついてますね、はい、あとこの辺なんかは変わらずってことですよね、はいはい、おなじみのシステムになっております。そしてあとこの辺が足回りの調整、車高の調整、はいはい、この辺なんか細かくできるようになってると。そしてアームレストの中はこれがミラーリングですかね、ですね、はい、ですよね、ミラーリングができるようにケーブルが出してあります。そして収納も結構深さがあるんで十分じゃないかなと、はい、でさらに充電もこちら2系統とシガーもついてるんで、はい、まあ、この辺の使い勝手はまあ間違いないかな、ないですね、はい。そして天井関係はこれファブリックなんですね。ファブリックです。これ確か本国だとオプションでオプションで選べますよね。ダイナミカなやつありますよね、はい、そしてバイザーも2枚に2枚ですね、折れなくなってくる、はい、日本仕様だととにかく全部ついてくるんですよね。そうですね、あのもうあの逆にちょっといらないよっていう人はいるかもしれませんが、はい、全部ついてきちゃいます。あの非常に豪華な仕様になってる、はい、そしてサンルーフも標準なんですよね。はい、標準になってます、はい、こんな感じでついてきます。非常に大型なものが、はい、そしてあとはペダル関係に関しては、まあ、この辺も安定のって感じですね。安定ですね、はいはい、ただあのメルセデスこれスカフフットレストが、はい、プレートがないんですよね。はい、ないですね。
こんな感じになっております。この辺ももうドセンターですし、はい、使い勝手もいいんじゃないかなと思います。続いて後ろの席も見てみたいと思います。じゃあ私の方で乗らせてもらいます。これ GLE たるところはここかなと思います。そうですね、やっぱり足元のゆとりが全然違います。広いですね。広いです。で、まあ、天井も私171、2ぐらいなんですけど、まあ、余裕全然ありますね。拳一つ入るぐらいな余裕はあります。こっちであのすみません、はい、リクライニングがリアもパワーシートが標準ということで、はい、パワーシートついてますんで、はい、ただ残念なのが、ベンチレーションはありません。はい、はい、ヒーターだけになります。シートヒーターのみ。はい、でリクライムそんなに倒れるわけじゃないんですか。そうですね、そんなにこう角度つけられるわけではないんですが、ただやっぱりこう窮屈な姿勢っていうだけではなく、まあ、何パターンかできますんで、まあ、ちょっと長距離ドライブとかも少し姿勢の変化はつけられるかなと思います。あと今回の車の場合、はい、後付けでアルパインのモニターがついて、はいはい、左右についてます。で一応 DVD、はい、もう見れるようにはなってます。足元に DVD プレイヤーがついてるんですよね。はい、はい、なんでまあ家族でファミリーで使うのはかなりいいんじゃないですか。そうですね。あとエアコンが引き出しだけになっちゃうんですね。ちょっとあの残念ポイントではあるんですが、はい、ちょうどこの年代年式というかこの時作ったものに関しては後席は吹き出し口だけになります。はい、輸入車あるあるですよね。そうですね。ただクーペの方はついてるんですよ。あ、そうなんですか。よくわからない設定になってます。はい、あのパーツの需給の関係かどうかわからないですけど、はい、そうですね、この年式のだとついてる、はい、ただリアこれだけ広くて、まあ、シートヒーターはそうですね、ついてますから、はい、質感もかなりいいんで使い勝手はいいんじゃないかな。いいと思います。まあ、後ろもシートのクッション性とか、まあ、ちょっとホールド感はさすがに前席ほどないですけど、まあ、あのこうちょっと後ろに下がった、シートになってますんで、あの非常にこうなんていうんですかね、どっしり座れるというか、はい、ゆったり座れます。あとこの車の特徴的なのが63だけ5人乗りになるんですよね。そうですね、63だけ5人乗りですね。はい、でその他のモデルだと7人乗りということで、はい、なってますね。格納できる3列シートになるんですけども、ついてますね。はい、63の場合この空間を5人で使える。そうですね、車になっております。さあ、そしてちなみになんですけれども、はい、5人乗りですよと説明しときながら、はいはい、この後ろに乗り込む機能だけは、まあ、この辺はそのままになっちゃうんですよね。ちょっと謎機能ですけど、はい、これもついてくると、はい、まあ、トランク開けられないギリギリまで止めたときなんかの荷物の出し入れは、はい、まあ、使えるのか、使えるんじゃないですか、こんな感じになっております。ではエンジンルーム見て、はい、みたいと思います。はい、やってまいりました。もうこの車、はい、ここじゃないでしょうか。そうですね、63初のマイルドハイブリッド搭載車ということで、はい、詳しいスペックを紹介していくと 3982cc V8 ツインターボ、ここまでおなじみですよね。はい、でスペックの方が612馬力、はい、86.7 キロということで、はい、これが ISG、はい、5343に積まれてたエンジンミッションの間に挟まる、はい、これがついてるんでトルクがググッとアップしてると、はい、ちなみに G63 よりかもパワーが出てて600馬力に、はい、出してると、はい、で0103.8秒、はい、マックス280キロ、これ日本仕様だとドライバーズパッケージが標準になるということで、標準になってますね。はい、まあ、とんでもないモンスターマシンになっております。はい、であとは、ダイナミックエンジンマウントなんかもついてますし、はい、まあ、あとはシリンダー QC 2358かな、はい、片側に1頭ずつ停止させるような、システムもついてますんで、燃費だったり環境性能も非常に考えられているものになっております。であとは AMG スピードシフトの急速オートマと組み合わせてると、はい、であとは先ほど触れた ISG の部分、これが 48V のシステムで、はい、250Nm ぐらい出力できるようなものらしいんですけど、助手席下に 1kW のリチウムイオンバッテリーを積んでると、はい、でこれ 48V の系統がこの車の中にあるということで、はい、これが いろいろ活躍してみたいです。そうですね、っていうのも、足回りだったりも 48V の、 この電圧を使った可変電子制御のスタビがついてますし、はい、あとは E アクティブボディコントロール、はい、これストローク量を瞬時にコントロールような、はい、するものなんかもこの辺がマイルドハイブリッドで使えるようになっていると、はい、あとは駆動系の方、こちらが AMG 4マジックプラスということで、フロント100リア0、はい、もしくはフロント0リア100の、はい、もうどっちかに最大限触れる、はいね、はい、こちらのシステムになってます。続いてトーカロイ見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。続いてエアサスペンションの動きも見てみたいと思います。お願いします。参りましょう。はい、行きましょう、はい、ちょっとじゃあ行く前に、はい、説明抜けちゃってたところ、はい、で今回の車は少しいじり物というところで、はい、ローダウンが、はい、されてると、はい、ローアリングロッドで、まあ、基準値をずらすような部品で、そうですね、少しローダウンされてるんで、はい、ほぼ乗り心地変わんないですよね。変わんないと思います。はい、まあ、バネみたいに交換してじゃないんで、はい、じゃないですね、まあ、そういったものがついてるのと、はい、あと低ダストブレーキパッドが入ってますね、ついてるということで、はい、ホイールが汚れにくくなって、はい、あとは装備のところを振り返っていくと、はい、今回日本仕様のやつが日本のホームページが落ちちゃってるんで、はい、本国のやついろいろ見たんですけど、はい、日本のやつ良すぎますね。いいですね。ほぼフル装備。そうなんですよ。もうニュアンス変えるぐらいの選択しかない、はい、ないですね、はい、それ本国だといろいろ選べるようになってるってことですけど、そうですね、日本仕様がもう良すぎる。そうですね。細かいところで言っていくと、サンルーフも標準、はい、ヘッドアップディスプレイも標準、はい、ブルメスターも標準、はい、ナッパレザーのダッシュポートも標準ということで、はい、まあ、あともう普通に変えるとかシートの色とか、ね、あとオプションでダイヤモンドステッチのシートがあったりありますね、はい、その辺のニュアンス変えるぐらいの、はい、仕様しかないんで、はい、まあ、基本的にどれを買っても装備的なものは遜色ない。そうですね、はい、そんな車になっております。はいはい、あ、そうだ、それといいですか。いいですよ、はい、伊藤さん、そうですね、ついに来ましたよ、はいはい、GLE も黒い鍵ということで、はい、はい、こっちだったら交換できるんですけどね。そうですね、こっちは周りはちょっとできないですからね、はい、欲しい人は鍵ごと買う必要があると、はい、まあ、ゆくゆくはこれ全部これになるってことですよね。だと思います、今の流れですと、はい、流れになっております。そしていいですか、はい、早速いきますよ。はい、はあ、なんかあれ、これ63ですかみたいな、ガルル欲しいですね。欲しいですね。どうしてこうなったっていう、せめて一発目だけは欲しいかなって感じしますね。いや本当っすよね、はい、もうしょうがないんですよ、しょうがないんですけど、そうですね、63って言ったら押した瞬間 の、はい、爆発音みたいな、はい、言ったらだってパドル引きっぱなしでかけると、はい、なんかエモーショナルスタートでしたっけ、はい、そうですね、すらもないわけじゃないですか、はい、ないですないです、はい、そして中でエンジン音聞いたんですけど、はい、めっちゃ静かになってるじゃないですか。めちゃめちゃ静かですよ、はい、スポーツプラスにしても、はい、音量変わらず、はい、パンパン言うだけ、ほぼそうですね、ほぼほぼそんな感じですよね。そういう時代なんですかね。そうですね、やっぱりもうそういうところを気にしていかないといけないんでしょうね。はい、はい、参りましょう。はい、あと全然関係ないんですけど、はい、パドルで一足入れられたらいいなっていう、はいはいはい、思いました、はい、っていうのもこの車と入れ替えにウルスさっき動かしたじゃないですか。あ、動かしましたね。そうですね、ウルスこうパドルで一足入れられるじゃないですか。入れられますね、はい、あれこれ MG でもあったらめっちゃ使えるそうですね。もうちょっとシステムというか、うん、ちょっとやればできそうな感じはするんですけど ね、はい、あれあれって乗り換えると思っちゃう。そうですね、ただ絶対良くなってるはずなんですよ。いやいや、間違いなくそれはありますよ、はい、
だって4353がすごいじゃないですか。すごいです。あの若干作られてる感ありますけど、はい、乗るとむっちゃいいじゃないですか。4353っていいですね。 MGGT とかで、はい、それが V8 とくっついてるんですよ。あ、全然あのちょっと待ってくださいね。もうちょっと走りましょう。そうですね、はい、あのすんごい車スムーズになってます。うわすごい。あのですね、はい、出足すごい、はい、あの車があの純ガソリンの63より、はい、すごいスムーズになってる。そうですね、多分持ってらっしゃった方とかが乗ると一発で分かると思うんですよ、はい、ただ若干やっぱりこれ作られてる感が、はい、音にしろそうですね演出されてる感はありますよね。あります、はい、そしてあとはヘッドアップディスプレイもなんかめっちゃ見やすくなってます、はい、あそうですね変わりましたね多分、はい、あのコーナーセンサーなんかめっちゃ見やすくなってますね、はい、表示変わってますよね。これ変わってます、変わってます。そしてあとはサイズ感 GLE めちゃいいなと思ったんですよ。あーそうですね、 GLS までいっちゃうと、はい、ちょっと大きいですからね。ですよね、はい、これ幅 2m 超えてますけど、それでも S に比べるとやっぱり長さとかそうですね違ってくるん で、はい、GLS ってどうしてもなんか都内での取り回しなんかもそうだし、はい、全体的にこう乗せられてる感があるじゃないですか。ありますね、はい、フルサイズなんで、はい、これ E だとギリこう、はい、そうですね自分で乗ってる感、そうですね、乗せられてる感っていうよりかは自分でこう操作してる感ある、はい、いいサイズかなと。いいだけに、そうですね、はい、失礼しましたいいえ、めっちゃ乗り心地よくなってません車。いや、よくなってます。びっくり、こんな違います。違いますね、このマンホールこう乗った時の感覚が全然変わりましたよね。いや、これいろんなレビューで読んだんですけど、はい、これ路面に吸い付いてるような感覚、はい、そうですね、がすごいっていう、はい、どうですかハンドリングの方は。めちゃいいっすよ。いいですか。そう考えると、はい、純ガソリンの63、まあ、これに限らずいろんなのって、はい、ありますけどね、はい、めちゃ完成度高いなと思ったんですけど、はい、ここに比べちゃうと荒削りっすね。そうですね、だいぶ荒いと思いますよ、はい、だからそのなんて言うんだろうな、荒削りなそのワクワクする感じはだいぶマイルドになっちゃってるんですよ、はい、そうなんですよ。その尖ったところが全部こう角なくなってきちゃったっていう感じはあるんですけど、まあ、ちょっとここもどっちが好みかっていうのはドライバーによって違うと思いますんで。いや、ただ圧倒的に乗りやすくなってます、はい、そうそう、あの普通に乗れる車になっちゃいましたよね。そしてモードが GLE の場合7モードでしたっけ、はい、8モードでしたっけ、はい、ありますね、はい、サンド、トレイル、スリッピー、インディビジュアル、はい、はい、そこら辺も追加されてて、コンフォート、スポーツプラスですね、はい、しかもレースもありますね。レースもある、はい、レースとサンドが両方ある車ってすごくないですか、はい、すごいですよねふざけてますよね幅が広すぎですねそして今スポーツプラスにしましたけど、はい、それでも全然、ああ音が、はい、これ作られてないですか、なんかそうなんですよ。スピーカーサウンドな気がするんですよね。そうですね、なんかそれっぽい音になってますよね。マフラーのボリューム抑えた代わりに、はい、音を出してるっていう感じの、吸気かスピーカーかわかんないですけど、はい、されてる気がします。いや、もうその他のところはもう100点です、ね、100点ですか、はい、ブレーキ効くし、はい、ステアリングも重すぎず軽すぎず、ちょっと軽めですかね。そうですね、ちょっと軽いと思います。ちょっと軽めですよね、スポーツプラスでもちょっと軽め、軽いと思います、はい、今までのこうレンジみたいなあのスイスイな感じじゃないですけど、そうですね、はい、少し軽め。あとはなんかこの、はい、スポーツプラスにすると、はい、アクセルの付きもこう途端に良くなるんで、少しギクシャク感出るじゃないですか、はい、出ますね、はい、それもなんか演出されてる気がします、はいはい、エンジン回転数がガッと上がって出てるっていうよりかは、そうですね、はい、だって250ニュートンですよ、はい、
だけですか。本当っすよね普通にガソリンエンジンだったら結構なサイズじゃないと250ニュートン出ないですよ、出ないですよね。 NA とかだったら、はい、そしてこの辺なんかもあれメディアの表示が変わってる気がするな。トリップも変わってる気がする。あ、そうですね、マークっていうかその、はい、アイコンがちょっと変わってましたね。そうっすよね、はい、あれ待ってください、これクラシック表示でこれなんすか。今これクラシックですか。クラシックか、多分。ちょっと待ってください、スタイルと表示、え、クラシック表示でこれになったんすか。ですね。え、マジっすか。クラシックじゃないですけどね、なんかじゃないですよねスーパースポーツは例のやつですよね。例のやつです、例のやつです。あ、例のやつ、例のやつ。あ、でもちょっと表示変わってますね。若干変わってますよね、はい、あ、変わってますね。ジェントル、あ、あ、でも、あ、なんかもうすごく時代の流れを感じます。そうですね、だいぶ変わってきましたよね、いろいろと。ハイブリッドのなんか融合と、はい、デジタルのところと、はい、デジタル色だいぶ強くなりましたね。強くなりましたね。いや、でも乗りやすい、うん、なんか隣に乗ってても乗りやすさを感じますもん。これファミリーカーいいじゃないですか。シートベルトもクックって引いてくれて、はい、はい、マジでこれ合算みたいじゃない、うん、なんかそうですね、合算に近いっすよね。なんか音 V8 になってますけど、はい、ガルルはやっぱり欲しいよね。究極言っちゃうとそれが一番残念ですよね。欲しいっすね、うん、めっちゃ作られてる感じがします、うん、そうだね、なんか4353みたいなやっぱり作られてる感ありますね。これ正直でいきますか、じゃあ。いやいや、もうこれ63じゃなくなっちゃいましたね、音は本当に。いや、でも、はい、E から始まるわけじゃないですか、この V8 マイルドハイブリッド、はいはいはい、で今度どんどん加速してって、はい、もう完全なハイブリッドになるわけじゃないですか、はい、もうスーパーカーなんかみんなそう、はい、そうですね、もうその先駆けの車。そうですね、まあ、ここがスタートかなって感じにはなってますよね。これかこれが普通になっちゃうんですよ、きっと。今ものすごいコメントに困る、はいはい、そうですね、感情になってます。わかります、なんて言ったらいいのか。車めっちゃいいんですよめっちゃいいんです。もう出足もいいし、これ測ってないけど燃費もまあいいだろうし、はい、まあ、使い勝手もいいし乗り心地もすごく良くなってるし、はい、ただエモーショナルな部分というか、はい、今までこうずっとこう見てきたじゃないですか、はい、見てきましたね、63を、はい、そこからするとかなりこう大きな分岐点を一歩過ぎてるっすよね、はいはいはい、そうですね、多分この前のマイルドハイブリッドになる前の V8 とここですごい大きい分岐点になってます、ね、うん、そうですね、変わってますよね。ただやっぱり本気で作ってるだけあってすごくよくできてます、はい、だやっぱりずっと乗ってる方だと多分感じちゃいますね、これ。感じますね。もうなんかクランキングの音がない以上に衝撃でした、乗ると。そうです、そうです、あれあれ、ああ63って感じですかね。マジか、これは衝撃ですね。衝撃です、ちょっとお腹に響くようなのが欲しいですもん。でも順次これになっていくわけですよね。なってきますね、間違いなく。大きいものに関しては間違いなく。で小さいモデルに関してはもう AB 廃止されて、はい、で C63 が今度4発のハイブリッドになるんですね、はい、なるってことですね、はい、やばくないですか。やばいですよ、本当欲しい人は買っとかないとって感じですよね。いやでも思うんすけど、はい、もうこのすごい速さで変わってってるじゃないですか、はい、車が、はい、これって多分あと何年かしたり、はい、これがフルモデルになったら、はい、多分、はい、これめちゃくちゃこの逆にそうですね、はい、わかります、わかります。もっとこの電動色が強くなったら強くなりますよ、間違いなく、はい、この E63 って、はい、結構エンジン感じてれたよねっていうことになりますよね。先進的な装備もついてよかったよねって、はい、多分来る日が来ると思うんですよ、はい、だこれはちょっと今回正直レビューできますけど、はい、
63のガルルを期待してるとダメです期待してた人は、はいはい、衝撃だと思います。衝撃だと思いますね。ただ初見で乗る人とか、はい、そのハイブリッドの流れが別に全然いいじゃんっていう人は評価かなり高い。いや、高いと思いますよ、はい、これ本当はだからもっと多分速度域が高いところとか、はいはい、そうですね、そういうところで試せたらもっといいですね。一番いいですよね。走りに関してはだってものすごい、ハンドリングめちゃいいっすよ。めちゃめちゃいいっすね。今なんかすごい回答性が高い。ちょっと待ってください、待ってください。こっち OK ですね。ちょっとだけいいですか。どうぞ。早い、これ早い。早いですね。これすごい。早いですね。なんかすごいレスポンスというか、なんか反応がめちゃめちゃいい。あの車めちゃ軽く感じる、はあ、そんな感じですよね。これすごい。なんかあの SUV 乗ってる感じしないで、そんな感じですよね。少しだけ車高の高いセダン乗ってるみたいな、それぐらいのなんか安定感と重さを感じない加速ですよこれ。あと車の動きがすごい、はい、全然こうなんていうんですか、ならないですよね。ならない、はい、これ本当に峠道とかも多分飛ばせるっすよ。いやいや、楽しいんじゃないですか、はあ、無理して走ってる感じ多分しないと思うんですよ、はあ。だってハンドル切っても何ていうんですか、うん、不必要なロールがないです。ロールないですね。え、もうちょっとなんか試したいっす。走りたくなりますねこれ。なりますね。だ、回した時もやっぱりこの作られてる感アップしてますね。そうそうですね。音に関してはちょっと。音となんかそのパワーの出方も出方がちょっとなんかおかしな感じしますよね。違和感、そうですね。ガソリンじゃなかった時の加速を感じるっすね、はい、加速っていうかそのパワーの出方を、はい、ふわー、めっちゃ勉強になりました、ね、乗らないと分かんないですね、はい、やっぱりこれはでもすごいな、なんかいろいろ感じれますね、時代の流れと、うん、そうですね、ハイテクと。もう装備に関しては今回一切触れませんでしたけど、はい、豪華装備なんで、はい、そうですね、ということで、はい、はえー、めっちゃ速い。今ものすごい複雑な感情が押し寄せてます。わかります、わかります。でもちゃんとなんか63巻もある程度残ってんすよね、まあ、残ってますね、はい、もちろんなんですけど、はい、もうこれは乗る方の評価ですね。そうですね、はい。いやでも何でしたっけ、2030年でしたっけ、39年でしたっけ、はい、いろんな情報が錯綜しますけど、はい、もう完全、はい、電動化も動化、はい、もう目前じゃないですか、はい、EQE もだって出たんですもんね。出ましたね、はい、だここは乗っときましょう。そうですね、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。じゃ最後になりますけども、はい、走りすごかったっすね。はい、そうですね、めちゃめちゃ良かったですね、はい、全然違いますね、違いますね、マイルドハイブリッドありなし、ね、はい、やっぱりトルクの違いなんですかね。そうですね、はい、でいろんなレビュー見たんですけど、やっぱりこの吸い付くような SUV と思えない走りっていうのは、はい、まあ、一つこの特徴なのかな。そうですね、はい、そして全く話は変わりますけれども、はい、こういった貴重なお車、はい、新しいお車を乗られている方は、ぜひ買い取りも、そうですね、ぜひぜひお願いできれば助かります。まだ、はい、新車の方がだいぶ滞ってるみたいですから、はい、買い取りチャンスですよね。チャンスです。今本当にこのもう数年お車中古車市場も高くなってますので、まあ、例えばまだちょっと乗り換えるの先だよと思ってても一回ちょっと査定だけしてみるっていうのも、まあ、一つ
資産だと思ってやっていただけるといいかなと思います。お気軽にご相談ください、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLE63S をご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。